デッキランまで10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あ、ごめんなさい、あ、パトレインはデッキランもう一回もう一回もう一回すいません、もう一回いいですか。映画の撮影やと思ってテイク2いきます。こんな感じでやりますんで、もう一度いきたいと思います。10秒前からいきます。せーの、さあ皆さん、本日早い時間からお集まりいただいた方もいると思います。本当にありがとうございます。本日最後のデッキダウンがこれにて終了いたしました。本当に小さい頃からアニメが大好きで、8歳の時にパトレーバーの映画版のアニメを初めて見ました。そんな僕がですね、こうやってパトレーバーのイベントに携われてすごく嬉しいんですけども、これで本当に終わりでいいんでしょうか。僕はもう一度パトレーバーがデッキアップするところを僕は見たいと思ってますが、皆様一体いかがでしょうか。ありがとうございます。ただこれは僕の個人的な思いだけで話しているので、もしかしたら叶わないかもしれない。さあパトレーバー、今回の映画のテーマは女の戦い、はい、いちこさん、神戸アニメストリートのいちこさん、女の戦いでスタッフさんから OK をもらってきていただけないでしょうか。言っていただいてもいいですか。じゃあさあ、アンコールでデッキアップはできるんでしょうか。皆さんの声援があれば、もしかしたらアンコール叶うかもしれません。皆様よかったら一緒にアンコール願っていただいてもいいでしょうか。さあ、勝手なことを言いましたので、大人たちがすごい動いております。さあ、大人たちがすごい動いておりますよ。さあ、わがままを言いました。本当に小さい頃からパトレーバーが大好きで、パトレーバーのアニメを見ました。本当にですね、アスマ役の古川敏夫さんの声優さんも大好きで、今回ですね、その声優さんにもお話をしたら、頑張っておいでよと言われたので、これで終わるわけにはいかないんです。アニメババの声優のアスマ役の古川さんに頑張っておいでよと言われた僕は、これで終わるわけにはいかないんです。ぜひもう一度姫路城、ライトアップされた姫路城をバックに98式 AV イングラムデッキアップ、皆様見たいと思いませんか。さあ、この後僕はいろんな人に怒られるかもしれません。ですがやっぱり見たいんです。見たいよね。見たいですよね。見たいよね。だって寒い中こんなに待ったんですから。もう一回。今いちこが頑張ってくれております。本館員の今回の映画のテーマ、女の戦い、女の戦い、ああちょっとダメやったんかな。めっちゃ足重いですね。まあまあ無茶言いましたからね。
まあ、ちょ無茶言ったんでね、本当にあのこの無茶も一緒に共有できたのがですね、僕はちょっとすごい嬉しいと思います。さあ神戸アニメストリート、いちこさん、競技の結果はどうだったんでしょうか。OK です。声ちっちゃいけど OK ですって言ってます。ありがとうございます。 OK が出ました。 OK が出たんならなんでこんなに足取りが重かったんでしょうね。はい、それがちょっと理解できませんが、はい、と思います。ちょうどいい感じに日も暮れてまいりました。さあ皆さん見えますでしょうか。後ろにライトアップされているのが国宝姫路城でございます。さあ最近ね、塗装の方も見事に塗り替わって屋根も白くなって本当に綺麗なお城になりました。リニューアルいたしました。そのリニューアルした姫路城をバックに今からアンコールでございます。皆さんの気持ち通じました。アンコールでのこちら98式 AV イングラムアンコールデッキアップ今から行いたいと思います。さあ本当に最後になります。事故がないように、終わりたいと思っております。事故が、ないように終わりたいので、ぜひ皆さんロープの方はですね、なるべく触らないように、気をつけてください。ロープの方は触らないように気をつけてくださいね。さあ最後でございます。本当に、この機動警察パトレイバー、アニメーションがまさか実写化されて、そしてこの全高10メートルのイングラム、まさかその横で司会もさせてもらえるとは、本当に思ってもいませんでした。そしてこの特殊理科整備班のつなぎも、着させていただいているのもすごい、光栄なことだと思っております。さあ最後のデッキアップイベント、僕も最後は皆さんと一緒のファンの気持ちで迎えたいと思っております。さあ最後のデッキアップイベント、ただいまもう終わろうとしてたのでですね、本当に急なアンコールだったので、皆さんが今準備を改めてしてくれております。さあ準備の方、ありがとうありがとうございます。 OK 出ました、 OK 出ましたよ、ありがとうございます。さあそれでは皆さんも心の準備はよろしいでしょうか。さあ最後です、声を出していきましょう。心の準備はよろしいでしょうか。それでは一緒にカウントダウンをお願いしたいと思います。5秒前からいきましょう。せーの、5 4 3 2 1。パトレイバーイングラムデッキアップ。皆さんの気持ちが届いてアンコールの98式 AV イングラムデッキアップ完了いたしました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。さあ本当に、急遽ですねお願いして、上げていただいたデッキアップですので、お時間の方がですね、10分ほどしか取れません。本当に今撮影タイムでございますので、お手元の携帯電話やデジタルカメラで写真撮影 OK でございます。動画撮影も OK でございますので、ぜひ本日最後のこの記念すべき国宝姫路城をバックにした5月1日ロードショーになります。ネクストジェネレーションパトレイバー首都決戦、皆様ぜひ映画館にも見に行っていただきたいと思います。さあ写真撮影ぜひ撮ってください。そしてツイッターやフェイスブックに
すぐ上げていただきたいと思います。それでは写真撮影スタートです。さあ本日は朝の11時、そして13時、15時、そして18時、そしてこちらのアンコールと5回デッキアップイベントを開催させていただきました。日も暮れてまいりまして、こちらのパトランプの方もすごい綺麗に光っております。そして後ろにそびえ立っておりますのは国宝姫路城、国宝姫路城をバックに、映画でも見られなかった国宝をバックにしたハトレーバー98式 AV イングラムのデッキアップ、本日こちらのイベントを開催させていただきました。本日のこちらのイベントを企画しましたのは姫路市と神戸新長田にあります神戸アニメストリート、本日企画させていただきました。さあぜひ次の機会がありましたら皆様も神戸新長田に足を運んでいただいて神戸アニメストリートお越しいただきたいと思います。はい、それではですね、最後、この最後なので、読者理科整理班による、最後ポージングを取って撮影タイムとします。本当に皆さん長いお時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。これにて THE NEXT GENERATION パトレーバー首都決戦5月1日よりロードショーでございます。ぜひ皆さん映画の方も足を運んでいただきたいと思います。そして本日のこのデッキアップイベントを企画させていただきましたのは神戸新長田にあります神戸アニメストリート、神戸アニメストリートを企画させていただきました。そしてご協力いただいた一緒に企画してくれた姫路市、本当にありがとうございます。そして本日のこのデッキアップイベント、スタッフなくしてはできませんでした。ぜひ最後もう一度特殊理科の整備班のスタッフのみんなに大きな拍手をお願いできますでしょうか。ありがとうございます。さあそして、これでイベントは終わりますが、ぜひ皆さんですね、イベントが終わった後、この公園にぜひゴミなどを捨てないようにだけ、気をつけてください。ゴミを捨てないでください。ぜひ綺麗なままのこの公園で、僕たちも帰りたいと思っております。ゴミなどが落ちていたら特殊2課取り締まりますので、ぜひゴミも落ちてるのを見たら拾って綺麗な公園でみんなイベントを終わりたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。本日のデッキアップイベント司会を務めさせていただきました、神戸アニメストリート MC ムサと広報のいちこでした。どうもありがとうございました。これどうやって下げんの今閉めたけどさ、どうやって下げんの？それ倒してから閉めてくれへんかな。ねえ。多分撮影して気持ちよくなったよね。気持ちよくなっちゃったよね。倒してから終わろうか。ね。うん。元い。はい。
さあ大人が公開で怒られましたよ皆さん。アンコールも勝手にしておいて公開で怒られましたけども、改めましてですね、それでは、こちらのイングラム最後の最後、本当に最後でございます、デッキダウンを行いたいと思います。それでは最後のデッキダウンも、今回の映画のテーマの一つ、女の戦いでございます。最後のデッキダウン、神戸アニメストリートいちこにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。名残惜しい、いきます。皆さん、5秒前から一緒にカウントダウンしましょう。最後ですよ、最後ですよ、頑張ろう、頑張って声を出しましょう。あ、デッキダウン、5、4、3、2、1、ダウン、5、4、3、2、1、デッキダウン。皆さん一緒にデッキダウンを言ってください。よし、行きます。パトレイバー、イングラム、デッキダウンまで5、4、3、2、1、パトレイバー、イングラム、デッキダウン。MC のムサがお送りいたしました。本当に今日はありがとうございました。はい、さん、お疲れ様。はい、ではね、特茶ニカフェイリハに関しては今から撤去作業に入りますので、